この先の政治行政について、職員の業務、行動、言葉について、ここ先と、自治基本条例、第10条、職員は、全体の奉仕者として、法令、条例、および規則等を遵守し、公正、公平、かつ、誠実に、全力で職務に専念するものとする。2、職員は、職務の遂行にあたっては、町民の視点に立ち、町政、運営に携わるものとする。職員は、職務遂行上、必要な能力の向上に努めるものとする。地方、公務員法を基本として、職務に携わるものとする。以上の内容は、すべての職員は、編成を行い、研修を受けています。私たちは、平成29年、30年、福崎町行政が町民の税金で、町民のためにという名目で行われた、事業内容について調査しました。1、事業を行われた地域、周辺の住民から意見を聞き、福崎町に質問を行いました。3、と事業内容の話し合いの時、より町民は税金を納めるのが仕事で、役場職員は金を使うのが仕事と言われました。私たちは大変な職員だと思いました。平成29年なのに、昭和初期の考え方、おかみと思っていると驚きました。4番、作業内容、公金で購入した品物の確認について、購入した商品が正しいものなのか、納品された数について、伝票と照合を現地で一つ一つ確認しましたかと質問を行いました。一瞬見ただけで、数の確認、照合は行っていませんと言われました。で、作業完了時に、合格か不合格か、検査当初、報告書は作成していないことについて、と話し合い、回答して、福崎町は予算が通った時点で、合格不合格に関係なく代金を支払うものであると言われました。6番、その事業の連帯的な監査について、納品請求書の金額が予算内に収まっているかだけを監査を行い、その作業が契約正しく行われたかについて監査しないのが福崎町の監査であると言われました。監査はお金と作業内容どちらを見て監査であるということが一般社会のルールなのに、実際に福崎町の監査とは全ての事業を一つ一つ行うのではなく、ファイルを持って、一つ持ってきて、
一つ一つ、ちなみに数字が合っているか、いないか、チェックするのが感謝の技術であると言われました。7番、このように、町民のために、町民の税金で事業を行っていますが、我々が日常で公金の使い方について、町民の目線から見て、考えられない使い方がされているということが見えてきたので、町民が一つ一つ事業を監査する目を持つべきであろうと言えます。8番、この調査の中で、一番町民として考えられないことが一つありました。この事業を施工作業を行った、の方に、作業の行った内容、納品した商品の内容を質問したいと、あと、副社長自身基本条例第10、第5条、町民は、調整に関する情報について知る権利を有することだってある、かっこ、に言いました。3の、は、弁護士だから、作業内容について質問を行うと、副社長が訴えられると言われました。不思議な話です。町民の税金で町民のために行われた事業、施工作業を、責任を持って行われた、の、は、ことがどうして訴えられるのか、今回の事業とは関係ないと言えます。町民の皆さん、価値の内容についてどう考えられますか。福崎町の事業施工作業を行った、どんな職業でも、教員は関係ないと考えます。で、以上です。まだ別にすいません。はい。平成30年、11月12月、学校の子供の給食の食材の食の安全について、副社長、質問書を提出しています。内容は、お子さんの持ち麦は学校給食として食の安全、安心が担保できますか。特産の持ち麦は人体にダイオキシンがゼロでない事実に対して、すべての保証ができますか。回答はまだありません。い、福崎町の2階の本館の近くに行くと、酒、アルコールの匂いがします。一度確かめてもらいたいものです。2019年、福崎町民は、新しいリーダーを選ぶチャンスが来ます。町民は、このリーダーに対して、調査を行った事実について質問を行い、福崎町自治基本条例第5条の町民は調整の情報を知る権利を有するを基本としてこれから確認していきます。役場公務員、職員から見てではなく、町民から見て正しい福崎町になるためにということです。そしたらまたそちらの方の、皆さんで、まあ、町長なり福崎町に対して質問を行うというような形を考えてらっしゃるということですかね。来年は要するに、
12月ですかね、2019年12月は福崎町で の町長選挙がまたあるという意味ですよね。はい。でその時に民間の団体として、質問をされるというような形で今準備を進めておられるという認識でよろしいですか。